はいどうも皆さんこんにちは。本日も星のカービィの続きをやっていきましょうか。で今日なんですが、最強コピーランキング、なんとこちらがゲーム8さんから出されておりました。いやびっくりしたね。何最強コピーランキングって。まあ気になったんでこちらをね見ていきたいわけなんですが、まずは画面をご覧ください。今画面共有しますね。はい、ということで今画面に現れたと思うんですが、最強コピー能力ランキング、元ネタはですね概要欄の方に貼っておきます。で S から D まであるわけで、 S がファイヤー、はい、まあこれに関してはなんとなく想像はつくっちゃつくけど、 S なのか、まあ強いコピー能力ではあると思いますが、まあまあまあそこは置いといて、まあゲーム8さん的には S ランクらしいわ。で A ランクがアイスドリルで、B ランクがボム、ソード、ハンマー、トルネード。ハンマーはもうちょっと上でもいい気がするけどね。で C ランクがニードル、レンジャー、カッター、クラッシュ。で D ランクがスリープとなっております。皆さんはこれを見てどう思いますか？もしよろしければコメント欄にコメントを書き込んでいただければと思いますね。まあそれぞれ思うところがたくさんあると思うので、ざっくばらにコメント欄にコメントを書き込んでください。はい、まあそんな感じかな。ただまあソードとハンマーがね今作かなり優遇されてるわけなんですが、ファイヤーってどうなんでしょうか。まあ確かに使いやすい、まあ、コピー能力ではあると思いますよ。ただどうなんだろうね、なんとも言えないところではありますが、まあとりあえずねゲーム8さん的にはこのような能力になっております。ただ使いやすさで言うとどうなんだろう。まあ確かに、まあ、ファイヤーは使いやすいっちゃ使いやすいのか。まあ火力もそこそこあるしね、あと突撃もできるからさ、まあ結構でかいよね。まあ突撃っていうかバーニングっていう言い方の方が正しいか。そういやさ、今作はファイヤーとバーニングが一緒くたになってますからね。あとアイスとブリザードとかも同じような感じか。まあ、結構合算されてるコピー能力がありますから。はい、まあ、とりあえずそういった感じなので、もし気になる方は概要欄から見ていただければと思いますね。よろしくお願いします。ちなみに自分的にはね、まあ、ソードが一番強いんじゃないかな。ソードが強いんじゃないかなと思っていて、時点でハンマーかな。ハンマーもかなり強いよね。で、他はどうだろう。ハンマー、ソード。ぐらいかな、まあ、正直言って。ハンマー、ソード。で、ファイヤーは正直俺の中では A ランクぐらいかな。まあ、確かに強いっちゃ強いんだけど、ね。やっぱりソードとかハンマーと比べると火力的にはどうなんだろうっていうところはありますよね。皆さんはこの件についてどう思いますか？もしよろしければそこも踏まえてコメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。では続きをやっていきましょうか。いやー、星のカービィっていうことで、めちゃくちゃ面白いよね、このゲーム。あれ？俺、ここってやったことあったっけ？これね、一回やったことあるんだけどさ、まあ、ちょっといろいろ理由がありまして、大人の事情で、ここのステージをもう一回やっております。で、このゲームね、同じステージを2周、3周、4周、5周、6周とやっていかないといけないから、それがまた大変ですよね。何回もね、同じステージを繰り返しやらないといけないっていうところ。まあ、ワドルディの関係であったりとか、まあ、取り逃しのガチャポンだったりとか、まあ、いろいろね、理由はあるんだけどさ、なんかいろいろやることがありますからね。まあ、これっていうのはカービィあるあるか、同じステージを繰り返しやらないといけないっていう、それなんだよな。やっぱワドルディが大変だよな、一番。ワドルディはね、本当に大変だわ。で、さっきワドルディさ、抜け漏れが一つあったんだけど、あのワドルディってどうやって回収するんだろう。あれね、回収しないといけないんだけどさ、諦めたわ。まあ、まだ今度やるからいいんだけどさ。で、頬張るで、水をいただきましょう。あと、頬張り強いよね、このゲーム、本当に。頬張りの性能がさ、割とマジでぶっ壊れすぎないか。これおかしいよな。マジでさ、チート級なんだけど。これガチで強いわ。あと、ワドルディがね、なかなか難しいのが、たまに傷ですね。なかなか見つけるのが難しいわ。舐めてかかるとかなり難しいですよね。で、ここを開けて、で、もともとワドルディがいたんだけど、ワドルディは回収したので、いませんということで、で、こんな感じかな。ところで皆さん、
この星のカービィディスカバリーはどこまでクリアしましたか？もしよろしければコメント欄に書いていただければ幸いですね。けど比較的もう全クリされた方が多いのかな、まあ、全クリっていうかメインストーリーをクリアされた方が多いのかな、どうでしょうか。ちょっとそこについては定かではありませんが、ただこのゲーム発売してからもう3日目か。早いよね、3日って聞くと。早くない？もう3日ですよ。正直信じられないよな。ついこの間発売したばっかりなのに。で、コインをもらいました。で、またまたコインを回収していきましょう。じゃあコインね、めっちゃ重要だからな、このゲーム。で、守護神がいるね。あ、待って、守護神もしかしてこれコピー能力ゲットしないといけなかったか。あー、なるほどね。で、ことでクリアか。さあ、終わりました。ちなみにメタナイトソードめっちゃ強いね。こいつめちゃくちゃ強いんだけど。ドローを踏まずにクリアか。あー、さっきのところか。なるほどね。隠しワドルディも結構いますからね、これ。なんでワドルディこんなに捕まってんだろう。捕まりすぎじゃないか。あまりにも捕まりすぎですよね。はい。ってことでちょっと一旦戻りましょうか。ワドルディ、今で進捗どれぐらいだろう。あ、ちょっと待って。なんか現れたじゃねえか。チョコレ行こうか。ソートトレジャー。これ行こう。さあ、行きましょう。ソードトレジャーか。これ、だいぶ初期じゃないの？見極めて、どっちのロープカット。レディーゴー！さあ、やってこうぜ。ほほほ、あれ？あれ？大丈夫これ。これ大丈夫だ。は。で、まあ、普通に考えると、こっちでございます。トレジャー結構やることあるよな。うわ、落ちてきた！誰だおめえ。雑魚デキか。で、これどうしたらいい？ん？これ、普通に考えるとこちらで合ってると思うんですが。あれ？あれ？あらま。あれ？ちょっと待てよ。これは、これは、まさか、ミスですかね。ちょっと待って、浮き足立ってるわ。これミスじゃね？これ。あ、積んだ？ダメだ。ちょっと待って、浮き足立ってるな。積んだんじゃね？これ。あれ、やべえ。ちょっと、一個抜け漏れありますわ、これ。で、これ切って、で、これなんだ。やばいな、初見これすぎるな。これ全部切らないといけないってこと？どういうことだ？これ全部切れってことか。はい。で、これで OK で。あ、はーい。ってことで、これは、どうしたいんだ？あ、クリアできないってこと？これ、一個抜け漏れあるよね。一個抜け漏れあるので、多分これ無理だと思うんですよ。なるほどね。あー、そういうことか。これ無理ですね。タイムアップか。まさかのこれで失敗。ちょ、もう一度やろうか。で、これをやっていきましょう。これだいぶ初期の方なのにね。なんか意外に難しいじゃん、これ。だいぶ初期にもかかわらず比較的難しくてちょっとびっくりしたわ。で、ここなんですが、ここなんですが、待ってよ。これ、まず落とす。マジかよ。やっちまった。これやっちまったんじゃね？これこっちでいいのか？大丈夫か？で、これゲットして、で、ここ切って、ちょっと待てよ。これ、あ、これで別にここでいいよね。で、全部取れてるから、こう切っ
て、落ちて、切って、切って、で、ここも切って、で、ここも切って、ここも切って、で、ここも切って、で、落ちて、で、これ終わりだよな。あれ、これさ、強風吹いてるんだけどさ、これ、ああ、そういうことか。ワープできるってことか。なるほどね。これでレアストーンゲットか。さっき分岐点ミスったと思ったけど、そうでもないのか。あ、目標タイム1分なんだ。結構難しいんだね。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく星のカービィをやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃの。